こんにちは。5月12日火曜日、青木ニュースのお時間です。アナウンサーを務めますのは元男の子の青木香音です。ジャーナリストの池面次郎です。本日の特集はある一人の YouTuber に密着です。その方がこちら、チャンネル登録者数33万人の YouTuber、 某よみこさんです。その方がなんと YouTuber 活動を始めて約6年目で念願の企業案件を受けることになったんですよ。そうなんだ。そりゃ嬉しいね。ですよね。本日はそんな某よみこさんに中継がつながっております。某よみこさん。はい、某よみこです。はじめまして。いけね、よみこさん、企業案件おめでとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか？とっても嬉しいです。かわいいね。僕からも2人だけの企業案件はですね、今日はせっかくの密着ですので、よみこさん、企業案件お見せいただくことはできますか？はいはい、わかりました。今回私がご紹介するのはこちらのゲームアプリ、パーフェクトワールド M です。こちらはどんなゲームですか？精密な 3D グラフィックで再現された陸、海、空を自由に動き回ったりバトルしたりするゲームです。そして友達と一緒に遊ぶと楽しさも倍増です。え、面白そうですね。このヘアスタイルも可愛いけど、イメチェンとかできる？できますよ。こんな感じに好みの見た目に慣れちゃいます。私はこれが好きですね。いいね、セクシーだよ。こういう楽しみ方もあると思うんですけども、バトル要素とかもあるんでしたっけ？そうですね、この右下にあるボタンを押すと攻撃とかいろいろできちゃいます。簡単です。これなら私にもできそうですね。さっきよみこさんが言われていた海や空も自由に動き回れるとのことなんですけども、そちらも見せていただけますか？海ってセクシー美女を連想させるからワクワク。うわ、すごい。あ、すごいですね。そうなんですよ、バトルもいいですが、こうやって自由にいろいろ動けちゃうのもこのゲームの醍醐味かなって思いますね。ビキニとか着ないの？そして空なんですけども、どうやって空に行けるんですか？はい、じゃあまずはジャンプで飛びますね。鳥はわかるんですけども、これってジャンプですか？では鳥のように空を飛んでみます。すごい、空からの景色も綺麗ですね。私は個人的にバトルもいいんですけども、自由にその空を飛ぶ疑似体験ができる、こういった感じが好きですね。建物の上にも降りれるとか、ほんと自由に動けるんですね。そうですね、すごい。これなら家から出なくても出た気分になれて、私はもう病みつきです。はい、今回はですね、某よみこさんの企業案件に密着をさせていただきました。よみこさん、お忙しい中密着ご協力ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。よみこさん、とっても嬉しそうにしていらっしゃいましたね。先ほどよみこさんが紹介されていたパーフェクトワールド M は画面の下にですね、無料ダウンロードのリンクがありますので、気になりましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。本日の動画が少しでも楽しいと思っていただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、あとノートもやってますので、そちらも画面の下からぜひチェックをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。